台北バスステーション1階カウンターは複数社が競争していて、台南まで約1500円。チケットを買って出発会へ、ゲートには行き先や出発時刻が出ています。外国人にも分かりやすいです。乗ったのは方針客運の3列シートで、座席は革張り、広々としています。バスは帝国通りに出発。台北バスステーションは台北駅から市民大道という高架道路を渡ったすぐ北側にありますが、出発階から市民大道に直結していますので、発車したと思ったらもう高速道路を走っていました。台北から台南まではおよそ4時間半の旅です。トイレは車内にあり、目的地まで休憩はありませんので、飲み物は乗車前に買っておきましょう。この直後、動画の1分ちょうどのあたりで台湾新幹線高鐵に抜かれる様子が映っています。あちらは最高時速300キロを誇り、台北から台南までは 1.5 時間から2時間強です。ただし台湾高鐵の駅は市街地のある台鉄の駅とは離れているので、乗り換えて電車で20分くらいかかります。日本で例えると新大阪と大阪、新横浜と横浜、函館北斗と函館のような感じです。都市部を離れると日本とは異なるお寺が見えてきたり、台湾の風情ある車窓が楽しめます。では台湾高鉄と高速バスを比較してみたいと思います。運賃、高鉄は普通車指定席の場合、台北台南で1350元です。台北台中で700元、台北在で1490元です。高速バスは曜日や時間帯、シートタイプでも変わります。冒頭のバスステーションでの運賃を参考として紹介すると、今乗っている平日朝8時台の3列シートの場合、台北台南で410元です。台北台中で230元、台北高雄で630元です。所要時間、高鉄の場合台北から台中まで最短で約50分、台南まで1時間半。在も停車駅が少ない速達列車では同じく1時間半です。高速バスの場合、台北から台中まで約2時間、台南まで約4時間半かかります。高雄までで約5時間です。バスはもう台南市内を走っています。高速バスは市街地まで乗り換えなしで寝ながら移動できます。所要時間はかかりますが、運賃は半分以下です。台湾では高速バスも快適と一定の人気があり、高速鉄道に淘汰されずに競争が成り立っています。皆さんも台湾を旅行する際に、急ぐ旅でなければ高速バスを使ってみてはいかがでしょうか。台湾はバイク社会、バイク屋さんや飲食店が見えてきましたので、台南の駅ももう近いです。この先が駅前の駐車場です。すごいバイクの数ですね。